あれ？じゃん、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 じゃん。なんかいつもと違う。さあ、ちぐるみー。じゃん。ちゃんね。じゃん。じゃん。すごい挨拶だな、ちゃんって。じゃん。ちゃんが定着しつつある。あ、ジャックじゃん。そういえばさ、フランサちゃん。そうだ。うちの島に来たんだよ。回し物みたいになってるんだけど。回し物でしょ。ロードエアラインさん。そう、これね、俺があげたんだよね。あら、ご機嫌いかが、カネクレ。カネクレ。俺の島の住民たち全員カネクレだからね。カネクレ定着してるから。しかもさ、挨拶やばいんだよね。本当に何でもしますからカネクレだからね。リッシーとか。口癖もカネクレだし、挨拶もカネクレだし、やばいよ。ってことは、堂々エアラインズに宣伝料として看板娘としてお金もらってんのかな。そう、企業案件だからさ。なるほど。案件なのか。ディレクター みたいな格好してない。あ、ジャックジャック、これ全部俺が上げたやつなんだよね。いや、うちの島民たちの服装やばいでしょ。やばいね。全部俺が上げたやつだからさ、うん、お、今君のことを考えていたのさ。可愛 いフランソワと。何、どうしたの。クリスチーヌが今向き合ってた。可愛かった。たまに会話してるよ。お互い見てた。いいね。かわいい。うちのアイドルたちだから、この二人。あ、でも会話始まらないな。かわいいね。なんか島で初めて見た気がするな、私。まあ、最近来たばっかだからね、まだ。そうなんだよね。てか、物の何もぐらい。まだ2週間も経ってないんじゃない。うん。てか、社畜さんの島全然来ないから。確かに。めっちゃ変わったり。ね。ちょ、こっち来てくれ、ちょっと。部屋さ、改造したんだよね。お、なんだ？ちょ、スペシャルな部屋に案内するわ。スペシャルな部屋。今日さ、生放送で頑張って作ったんだよね、うん、ネタ部屋。ネタ部屋？ネタ部屋。まだちょっと地下から案内するわ。地下。動画で多分見せるの初めてじゃないかな。生放送で作ったからさ、多分初めてじゃないかな、今日の動画で、まあ、生放送見てた人は知ってるはず。あ、なにこれ。ネタ部屋よ。見てこれ、トイレめっちゃ大変だったからね、これトイレ作るの。金鉱石6個いるよね。そう、1つあたり6個だからね。めっちゃ大変よ。666で18よ。なんかそれ言っていいやんさ、最近まあ今日夢公開したんだけどさ、てかうずめこれさ、うずめに見られとるやん。え、そうだよ。だからうずめちゃんさ、だトイレしてるシーン見るのが好きらしくてさ、うん、あ、そうなの。だからここになんか覗かれてるみたいな。トイレされてるところをバッチリね、見られてるっていうね。このネタ要素。ポスターだけどな。いいでしょ、これ。あ、なんかあるぞ。指輪。うずめちゃんの？そう、うずめちゃんよ、これ。嘘、適当に置いたわ。うずめカラーじゃん。これね、なんか適当に置いたんだよね。なんか置くものがなさすぎてさ、もうとりあえずこれでいいかっていうことで、ちょ、仮で置いといたんだよね。特に意味はないっていう、これ。これ、あれなのかな？ピンクサファイアかルビー。ピンクサファイアかな、これ。かわいくない？おそらくね。サファイア、誕生月、なんていうの、石みたいな、誕生石っていうのかな。ああ、なんかそうなんだ。サファイア、誕生石なんだけど、誕生石か。誕生石なんだけどね。なるほどね。一緒にさ、トイレしない、うん、ここで。よいしょ。ちょっと待って、かわいくね、これ、うん、結構。そう、私さ、トイレちょっとさっきでちょっと言いかけたんだけどさ、なんか夢訪問してもらった人からさ、なんか音号のトイレに座ったスクショが送られてくるんだけど、社畜さんにもらったやつあれ置いたまんにさ、しててさ、まあいいかと思ってさ、公開したらさ、なんか意外にもさ、このトイレを突っ込んでくれる人がいるんだ。いや、音号のトイレ突っ込んでしょ。なんかフェイトさんもさ、島訪問してくれてさ、あの人一番のりだったんだけど、だね、ね、フェイトさんね、ありがとうございます。でさ、これだけは言わせてくれみたいな、なんでこれトイレ2つあるの、いらえろみたいないらえろみたいな俺があげたやつだよ、それそう、それだけ言わせてくれって言ってた元ネタ俺だから、大体そういうなんか変なもん置いてある時って大体俺だからさ。そうなんだよね。大体集まる時クルシャの芝に変なもん置いてあったら俺があげたやつだよ。俺ちょこちょこみんななんか送り込んでるからさ、まあ置いてくれるかどうか知らないけど、うん、大体そういう変なものあげるの俺しかいないじゃん、うん、もうネタ実況者としてどこまでもネタを追求していくっていう、ね、あ、そういえばさ、ちょこちょこちょこち、なにここね、こっち、ちょ、何の部屋だと思う。なんだ、見てないよね、これ。
まあ、言っても今日作ったばっかだからな。あ、これはジムっていうかトレーニングルームみたいな。やっぱウホウホ島ということで、うん、やっぱ筋トレが重要だと思う。待って、嘘、眠りにつけるの笑う。マジで いけないよね。ちょっと待って、これ眠るにしたらどうなのか。私無理だわ。これ眠るにしたらさ、人が来てる状態でも寝ることできるってことこれらしいね。ちょっとこれ何になるんかちょっと気になる。どうなるんか気になる。ああ、はいはいはい今お客さんが来てるから眠るの後にしてね。これベタ扱いなの今更ながら。知らなかったんこれベタ扱いよこれは。マジでこのまま眠りにつこうかなって。お前とんでもないところで寝ようとしてんな。選択肢あるんやな。トレーニングする気なしやん。これトレーニングじゃなくてもうベッドやんそれ、うん、まあ確かになんか目つぶってるからベッド扱いになるんじゃないかなと思ってたけどさ、うん、すごいなこれ。こんなとこで寝れるもんな。そしてなんかこれ中見えてるんじゃん、これ大丈夫これ見えてないよ。なんか見えてる、中見えてる。ホットドッグ色のパンツ履いてるか。なんかすごいねこれ、うん。そしてああもう上がった終わった。もうさこれ眠りにつくっておかしいじゃんね。だけど夢訪問が今回追加されたということで、うん、まあ遊び方の幅がだいぶ広がりましたね。そうだね。いやだけど嬉しいことじゃない夢訪問。そうよ、まあ、これから盛り上がる可能性があるからね。島づくりのモチベにつながるよね。いやだけど島訪問ね、うん、まあいろんなとこに行けるのいいよねっていう。私まだ行ってないんだけどね。どこ行こうかなってすぐ、ね、けど夢訪問正直俺はあんまやらないかな。あんまっていうかやることあんまないかな、うん、島訪問の方がなんかあれかな、うん、まあ、夢訪問する必要性があんまないからさ、ね、そもそもそこなんだよね、うん、あ、右の方行こう。夢訪問か、まあ普通に直で行ったんじゃないのってなっちゃうからさ、うん、別にそんないちいち夢訪問したいんだろう。プライベートでは行くかもしれん。で、ここ右の部屋。お、ここは何？ここは俺の願望が詰まった部屋、うん、あ、そうな。俺の願望、俺の夢だよこれ。男のロマンが詰まってる部屋だ。そうな。ごめん、適当なこと言った、うん、適当なんだろうなって思った。まあ、正直テーマ決めずに何だか作ったんだよ。本当に何だか作ってさ、生放送中に、うん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 、まあ初めはここでゲームセンターするつもりだったんだよ、うんうん、けどね、俺ゲームセンターの要素をね秘めてる覚悟で持ってないってことに気づいてしまって、はい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 、あー、まあどうするかなって積んだみたいな、うん、積んだわ、あ、終わったみんなごめんって言ったら、うん、ね、まあたまたまちょっとね収納ボックス、うんうん、なんかこう開けてたらなんかいいものがあったからさ、ここらへんね、うんうん、で適当にパパって置いたら、あ、結構いい感じになったじゃんじゃあここになんかこれ置くわ、おー、いい感じになったじゃん、じゃあ今度は自販機置くわみたいな。気づいたらこうなってたなんかさ、ショッピングモールのさ端っことかやりそうじゃん。いや多分そんな感じじゃないもんありそうじゃない、めっちゃ、ね、休憩スペースみたいな感じで。確かに大型ショッピングセンターとかありそうじゃん。ありそう。自販機がさあるからさ、あとこの床もなんかそれっぽいし。確かにお菓子の自販機も後ろにあるんだ、うん、ソファーもあるからさ結構休めるよねこれ、うん。なんかそれっぽい感じ。なんか最近思ったんだけどさ、このゴールドクレストあるじゃん、うん、これめちゃくちゃ似合うね部屋に。いいよね、部屋にも外にも似合うからさ、うん、これ俺重用してんだよね。俺の島にさこれ何個設置してると思う？びっくりするよこれ。15個ぐらい設置してるからねでも実際私もそれぐらい持ってた気がするな。10個ぐらい。ゴールドクレストマニアみたいになってるからね、うん、ゴールドクレストはマジで使える。なんで名前ゴールドクレストなのあれ。全然ゴールドちゃうよ。観葉植物だから。ああ、なるほど、ね、名前がそうなんやから、はいはいはい、ゴールドクレストっていう名前なんや、その植物の名前が。おーおー、仕事で2回やってきた。これもね、今日作ったばっかなんだ。今日作ったばっかなのよ、ね、即席よ、即席で。なんでパイプオルガンが置いてあるかというと、正直理由ないよ。適当に置いたわ適当に置いたわ。正直、この部屋全部適当だからね。和と洋が混ざってる感じする。全部適当なんだわこれ。けどさちょっと和風っぽいよねこれ、うん、和風っぽい。中華っぽいっていうのか、うん、和風なんかな。これオリエンタル系でしょ。オリエンタル系やな。めっちゃ中華なんかちょっと分かんないけどさ、これ中華なんですね。ちなみにね、そうだよね。そうチャイニーズ、チャイニーズ紅茶飲めるここで。
チャイ、でもさ、これチャイニーズティーセットみたいなのあるじゃん、うん、それじゃないよね、これあ、違うよ、紅茶よ、それ残念ながらねそれにしたらよかったのに。いや、なんかそれ置いたんだよね、うん、なんかでかすぎてさ、似合わなかったんだよ。あ、じゃあ、あれめっちゃでかくてさ、テーブル変えたらいいじゃん。うん、だからテーブルないんだよねダメじゃんだから即席で作ったからさ、作ればいいじゃん、これでこれでこれでいいかって。じゃあ、離島ガチャしてるから無理なんて届かないんだよ。あー、っていう、そうだな、大人の事情があったんだよね、いろいろね、制約かかってるから。あー、なるほど。もういろいろあったからさ、ね、もう大変だったんだよね。だからサブ島でわざわざね、ちょっとやったんだよ、今日アプネの花火大会とか、うん、メインの島でできないからさ、うん、そう、縛りプレイしてるから俺、こっちのメインの島、うん、立って引くの、うん、当たり前じゃん立って引くに決まってんじゃないか最近の入りやね、立って引くのや。これさ、あー、これ無理か、絶対あれじゃん、うん、置いてるだけでしょ、これ。あ、なんでわかった。だから適当に置いたんだよね、それも。普通に食器として使うんじゃなくて、これは飾るよみたいな感じ。そうだね、うん、で、ビリヤード台とか。でも雰囲気はね、合ってていいよね。確かに、うん、なんか置いてみたらさ、意外に良かったら、もうこれでいいんじゃねっていう。高級感ちょっと出る。で、なんかシックなやつだな。これも俺なんで置いたか知らないんだけどさ、うん、自分に聞きたいんだけど、なんか置いたみたいなんだね、うん、アンティークじゃなかったっけ、それ。あ、アンティークよ、それ。だけどさシックって言ったよ。いや、だけど昔のシックと同じなんだよね、これ。あ、確かに。なんかそのそうだね、なんだ、アンティークなんだ、これシックなんだよね。シックシリーズだったよね。うん、ちょっと色が若干違うんだけどさ、なんかあのブラウン、もうちょっとブラウンみたいな濃いやつだった。だけど形とかはシックなんだ、これシックだよね。だからアンティークはシックに吸収されてんだよね。違う、逆だわ逆だ、逆、アンティークに吸収されてんだわ吸収されてる。見てこれ、ビリヤード、アンティークの吸引力、これね、なんとなく置いたんだよなんとなく置いた家具多いな。いや、なんか置くものなさすぎてさ、なんかこれ置いてみたらいいんじゃねと思って、実際置いてみたら結構いい感じだったから存続みたいな、うん、雰囲気で、まあ、作ってみましたみたいな感じ。まあ、うん、でも 色の系統が統一されてるからね。まあいいんじゃない、いいよね。まあ夢番地公開しないといけないからさ、うん、もう急遽作ったんだよね。なるほどね。もう今あるものだけでやるみたいな。けど調達したいけど家具も調達できないから、縛りプレイしてるからさ今。離島ガチャのために。そう、離島ガチャやってるともう縛りプレイやらざるを得ないからさ、日付変更できないんだわ、うん、大変なんだよね。だからもうね、現戦力でやるしかねえと思ってブロッコリー、お前もう引っ越しちゃったのか。うちの島のブロッコリーはまた旅だったけど、まだ再びね、ブロッコリーをね、うん、今厳選する離島ガチャってるからブロッコリー何匹おるブロッコリー、うん、何回うちの島来るの？ドッペルゲンが多くない？うちの島に来て卒業して、またうちの島に来て卒業してみたいな繰り返してるからね。うん、なるほどね。なかなかの勇者ぶりよ。旅してるね、そこ。あ、てかさ、もうなんか、ちゃちゃ、ちょっと待って、抜いてくれない？これ掘りたいんだよね。うん、なんかこういうところにさ、しょっちゅうやめてほしいんだよ、化石を掘り出した。はい。ハイビスカス、ハイビスカスがここに生えてる。結構適当よ、結構気分だから。低木は俺の気分で植えている。あ、これさ、このマガジンラック私欲しいんだけど、まあレシピに入らないんだよね。これ俺どうやって作ったんだろう、DIY で作ったんだけどさ、うん、なんか素材めんどくさかった気がするんだよね。だから2つしか作れてないんだよね。本かな。あー、だから縛りプレイしてたから多分もう作れないんだと思う俺。でもこれさ、家とかに置いた方がなんかいい気がする。カフェ、カフェ作ってな、カフェとか。確かにね、うん、なんかうちの芝ごちゃごちゃしたな、ほんとすごいことになってるからね。すごいね。ちょ、こっちの方は案内するわ。ちょ、こっち来てくれない？こっちか。はい、こっちこっち。ちょ、こっちさ、ちょ、見せたいところあってさ、うん、いいね。こっちなんか結構いい感じだったの、うん、結構入り組んでるな、うちの島。やばいでしょ、地図見たら。やばいね。地図やべえ。地図私出してないけど。ぐちゃぐちゃ。あ、なんか。あ？あれ？ニッシーじゃない？ここ。そうだよ。ニッシーなんかき氷屋さん始めたん。バレた。かき氷屋さん。始めたんかな。あ、ちなみにね、ここニッシーの領地ということで、しっかり写真も飾ってあるからね。ここ領地だから、ニッシーの。ニッシー楼みたいな。なるほどね。そう、水たまりがある。そう。誰もここに侵入することできないから、ね。なるほど。え、この地図って。亀がいっぱいいる。あ、そいつニッシーのペット。ペットか。これネッシーのペットで、なんかゴンゾーとかいう名前じゃなかったっけ。ゴンゾー、ゴンゾーだったよ。低木ありすぎやろ、ここちょうだいやって感じになる。低木祭りよ、うん、低
まず、ああここあれか、登るのか。ここら辺も新たに作ったんだよね。本当や、めっちゃ変わってるやん。もう登れん。右こっち、そっち見たいんやけど。あ、こっち見る、こっち。はい、こっち見たいんだけど。おお。で、左手にはまあちょっとしたね、まあ、日誌の領地ということで、うん、まあ、白バラ畑、人間白バラ畑か、うん、砂浜を利用した。で、最後は飾ってあると。あ、ちなみにここもね、日誌の領地だから気をつけて。なんかあんまりさ、なんか荒らすと切れるから、うん、日誌ほらーほらって僕の領地だぞとか言って。日誌、いや、日誌この間さ、引っ越そうとしててびっくりしたね、うん、あ、そうなん。そう、なんか僕はもう修行に出ないといけないかもしれないみたいな感じで話しかけてきて、もやもや出てて、おめえ出んのかみたいな。でネシーさ、うちのなんか動画でめちゃくちゃ人気でさ、最近一番人気なんだよね。よくわかんないけど、ブロッコリー押しのけて最近一番人気になっちゃってさ、まあさすがに卒業させるわけにはいかないかなと思って。いや、ネシー面白いわ。ネシーちょっと呼びたいなって思った時期あったもん。なんか俺の動画で結構ネシー株上げたよ、うん、まさかミッシーがこんなにね、日の目を浴びると思わなかった、ね。ってことで、ちょっとね、こっち、今日の動画この辺りで終わっていきます。あ、終わります。うん、ちょっと長すぎるから終わるわ。結構長く撮っちゃったからさ、うん、ってことで、まだチャンネル登録をしてない方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひこの機会にチャンネル登録して、これからも見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。